日本人の寿命が100歳を超える時代を見据えた番組金融経済教育人生100年時代の投資教室です13回目の今回はライフプランと資産形成と題しまして大和証券投資情報部柴田光弘シニアストラテジストが解説します柴田さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて今回はライフプランと資産形成ということですけれどもまずはこのテーマを取り上げる背景から教えてください そうですね。まああまり聞き慣れない言葉かもしれないですけど、資産寿命っていう言葉があります。はい、で、この資産寿命というのは、その老後の生活において、これまで形成してきた資産が尽きてなくなってしまうまでの期間っていうのを指します。はい、で、人間はですね。通常年を取りますと。とまあ、健康状態がいずれ悪化してで生命としての寿命を迎えるという形になります。 で、退職後の生活をより良くするためには、このまあ、生命としての寿命を迎える前に資産寿命が来てしまわないようにするということが大切になります。まあ、人生100年時代となりまして、まあ、職を退いた後の人生が長くなっている今ですね。この資産寿命をどうコントロールしていくかっていうのがより重要になっていますから、まあ、今回このテーマを取り上げることにしました。 で、まあ、資産寿命というのはですね。この収入を増やしたり、支出を減らしたりといったようにですね。直接的に収支を改善することで伸ばすことができます。一方でまあ、会社員の方が収入をですね。努力で増やすには限界があると思いますし、老後の生活のために現在の日々の支出を切り詰めるというのも、まあ良い方策とは言い難いかなとは思います。そこでですね。資産寿命を伸ばす手段として資産運用を行うということが重要になってきます。 計画的な運用で資産形成を図ることができたら、まじ、あ、資産寿命を延ばすことができて、充実したシニアライフに繋がっていくというふうに考えます。はい、当たり前なのかもしれませんが、計画的な資産形成が重要ということですね。そうですね。まあ、あとはですね。計画的に資産形成するためにはまあ、プランニングをするということが重要かなと思います。そこでまあ、次のフリップ見ていただきたいんですけれども、もまあ、ライフプラン表というのを作ってみるといいかなと思います。 ライフプラン表というのはですね今後家族に起こると思われる出来事ですとか自分がやりたいと思うことを想定しておいてまとめていくという表です。 で収入や支出の計画も一緒に記載するとなおいいんですけれども、まあ、今回割愛しています。で将来のことはですね分からないと割り切るんではなくて、まあ、ざっくりと例えば子どもがいつごろ入学するとかそういうのも決まってますから、まあ、ざっくりとした予想を立てるだけでも、まあ、おおよその出費のイメージ可視化できるので前もって対策というのが立てやすくなるかなと思います。こ、はい、こうしたラライフプラン表を作ることで家計の 資金計画のイメージというのは湧きますけれども、貯蓄が増えるわけではないので、不安というのはあまり変わらない気もするんですが、いかがでしょうか。そうですね。まあ、ライフプラン表はですね。あくまで、まあ、今後どれぐらいのお金が必要かのイメージを持つというものです。で、これを踏まえて計画的な資産形成を図るということが大切になってきます。で、次の図表を見ていただくと、まあ、これ運用期間の違いによる平均リターンと勝率。 まあ運用勝率というのは運用成果がプラスになった確率ですねこれを統計として取ったものになりますで早く始めて運用期間が長く取れればこう時間を味方にできるのでプラスリターンを確保できる確率が高くなっていくということですねこれ7年以上運用するとまあほぼ 100%8、まあ、年以上ですねだと100%の勝率になってくるということですから長くとることが大切と。 いうことですで大きな元本がなくてもですね積み立て投資であれば早く始めるハードル低いと思いますので、まあ、早く始めるということが肝要になってくるかなと思います早く始めることが重要なのはそうなのかなというふうに思いますけれども早く始めることができなかった方へのアドバイスというのはありますか、はいえー、まあ早く始められなかった人だけのアドバイスというわけではないんですけれども、はい、まあ運用のポートフォリオを工夫していくといいと思います。分散投資のように工夫をすすればですね まリスクを抑えつつ、相応のリターンを確保することが可能になってくると思います。で、例えばですね、資産配分によって想定されるリスクやリターンっていうのは、まあ、過去の値動きから計算することができるんです。で、するとですね、国内株式100%のリスクでより高いリターンを狙うことができる資産の組み合わせですとか。 まあ期待されるリターンが同じでも、よりリスクの低い組み合わせっていうのを計算で導き出すことができたりもします。なので、まあ自分で計算するのはなかなか難しいんですけれども、もまあ、ファンドラップっていう商品があるように、まあこういった計算を元にですね。ポートフォーリオを構築する商品というのがあったりもします。で、あとはですね。資産を取り崩す際というのにも重要なことがあります。 まあこれは、まあ、ずばり運用をやめないことなんですけれども、まあ、退職後などね収入がなくなってくると、まあ、資産が目減りするリスクが気になる方は多いかなと思います。でもですねリスクを意識しすぎて運用をやめてしまうこれはまあ得策ではないというふうに思います。 分散投資などを使いながら、まあ、大きな値上がりよりも換金しやすさや安全性に気を配る必要はあるんですけれども、まあ、運用を継続していいいくとととうことが大事だと思います老後,老後資金として、まあ、3,000万円貯めたとしてもですね150万円ずつ取,取り崩していくと、まあ、150万 ×20 で20年でゼロになってしまうと。 しかしですね国内外の株式と債券を使って運用しながら取り崩した場合はですねこれ20年経っても2000万以上残ってる、まあ、むしろちょっと増えてるぐらいになってるということなのでまあこの差というのは大きいと思います。 確かに運用するのとしないとでは差が大きいようですねただ今回は毎年150万円を取り崩す前提でしたけれども必要な金額人によって違うと思います他に気をつけておくべき点やコツなどありましたら教えてください はい、えー、まあ難しいんですけれども、まあ、人によってですね資産の残高ですとか必要な金額センサー満別ですから、まあ、最適な取り崩し方も人によってまあ違うというのが答えにはなってしまいます。ただそこでですねまなってしまます。で代表的なその3つの計画の的な取り崩し方のメリットとデメリットをまとめてみました。でどれが最適というのはまあ人によって違いますからこれがいいですよ とこの場で言うことはできないんですけれどもまあ、ただですねメリットとデメリットを知っておくことがどれが自分に合っているかを判断する上で重要かなと思ってます例えばまあ先ほどのようにですね毎年同じ金額を取り崩していくと受け取り金額は明快にわかるわけなんですけれども運用成果次第で資産がなくなるタイミングが読めないと でまあ、毎年の残高の5%を取り崩すといったような、まあ、定率の取り崩しですとか毎年同じ株数を売却する定量取り崩しとかですと、まあ、残高や評価額によって受け取り金額が今度大きく変わってしまう可能性もあるということで、まあ、ご自身のです、ね、年金の状況とか資産残高に応じて検討していただくのがいいかなと思います。でまたです、ね、これらの判断に迷った際はですね、まあ、ファイナンシャルプランナーに相談するというのも一つの手かなと思います。 でファイナンシャルプランナーというのはまあ今回取り上げたライフプランニングといったようなものの相談をするその相談する相手になってきますでそういう専門家になってます在和証券にもですねファイナンシャルプランナーの資格を保有する営業員多数在籍してますのでまあ相談していただければ力になることができるかなというふうに思っていますわかりました柴田さんここまでありがとうございました、はい、ありがとうございましたこの時間はライフプランと資産形成と題してお伝えしました。 以上、金融経済教育人生100年時代の投資教室でした。